マリン FM をお聞きの皆さん、横浜ハンマーヘッドにお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。横浜愛あふれる浜っ子、浜リポ放送部部長のみーちゃんこと川内みずきです。そして今日からレギュラー MC として盛り上げてくれるのはこの方です。どうも、浜リポ放送部新入部員のこうきこと吉海こうきです。今日から MC として参加させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。そうなんです。いや、もう吉海さん、ようこそ。いや、ありがとうございます。いかがですか、レギュラー決まった感じ。いやなんかこの間ゲストで3月出演させていただいたんですけど、まあ、その時とはちょっと違った緊張感がありますね緊張されてますか。緊張してますよ。爽やかな笑顔で。いや、ありがとうございますそしてお召し物オレンジですね、はい、オレンジですね。僕普段アイドル活動してるんですけども、はい、その時のメンバーカラーがオレンジなので、それを意識して今日はオレンジの服で来ました。あ、じゃあぜひいつも自己紹介お願いします。はい、じゃあいつものいきますよ。はい、ほがらか爽やか甘口男子、君のハートに虹をかけてもいいですか。メープルオレンジ担当、吉海こうきです。こうきって呼んでください。せーの、こうき。ありがとうございます。一連のやつですね。一連のやつです。いや、もうこれからね、どんどんやっていきたいと思いますけれども、はい、そうなんです。そしてこのリニューアルしましたアット横浜浜リポ放送部、横浜好きのための横浜特化型情報番組です。今年度はいろいろコーナーもリニューアルしております、はい、そしてリスナーの皆様は部員さんとお呼びして、はいはい、ぜひ皆さんツイッター改め X でハッシュタグハマリポ放送部をつけてコメントお寄せください。部員みんなで盛り上げていきましょう、はい、みんなで盛り上げていきましょう。アット横浜ハマリポ放送部。魅力あふれる横浜の情報をリポートするアット横浜浜リポ放送部、まずはこのコーナーからスタートです。街の話題の有名人をお呼びする人気企画、浜の達人です。イエイエイ。このコーナーでは街の有名人をゲストに横浜の街をさらに楽しむ方法を私たち伝授いただくコーナーです。そして今日の達人はこの方です。横浜市緑環境局戦略企画課の小野沢圭介さんがいらっしゃいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。横浜市役所の方という認識でよろしいですか。はい、その通りです。すいません、達人なんて言われるとすごく照れてしまうんですけれどもとんでもございません。お願いします。今日は何といってもまさに今開催中のイベント情報をお届けいただけるんですよね。はい、3月23日から始まってます。今日も何度か紹介していただいてますガーデンネックレス横浜を紹介したいなと思ってやってまいりました。いや、本当街中が彩りのあるこうお花で溢れてますよね。そうですね、今どこ行っても花で溢れてますもんね。ちょうどチューリップが咲き始める頃で、はい、はい、その通りですね。で、今年はちょっと暖かいので桜とチューリップが同時に見れるっていうちょっと珍しい年になってるかなっていうふうに思います。確かに、だってついこの間満開でしたもんね。そうですね、普通3月だもんね。はい、だいたい順番で桜、チューリップっていうふうに咲いていくんですけれども、今年はなんか変わった気候で同時に見れちゃってますね、うん、そうしたらそのガーデンネックレスのイベント自体も組み立て方結構難しかったんじゃないですか。ドキですね、はい、本当にその通りで、はい、どういうふうに紹介していくか今いろいろ試行錯誤しているところです。でその小野沢さんのこういらっしゃる、まあ、部署というか、はい、の方々がこのガーデンネックレスをこう主導でマネジメントされてるんですか。はい、その通りです。ガーデンネックレスっていうのはその行政だけでやってるイベントではなくて、市民の皆様ですとかこういう形でいろんな事業者の方と一緒に街をみんなで盛り上げていこうっていう取り組みになりますので、私たち横浜市役所がやってるのはそういった皆さんの思いを一つにまとめてガーデンネックレスの名前のもとにこう皆さんに広報していくっていうのがメインの仕事になっております。確かに横浜って本当に自然豊かですし、その街路樹とか本当にお花、ね、植木鉢とかもすごく多い印象がありますもん、横浜って。ありがとうございます。本当にこのガーデンネックレスの取り組み、実は2017年 の, 全国都市 緑化横浜フェアっていうのからスタートしておりまして、その時本当に横浜の街をいろんな花と緑で彩ったんですけれども、その時本当に多くの方600万人って私聞いているんですけども、よかった横浜に来ていただいて、本当に花と緑の街横浜っていうのを楽しんでいただいたっていうのがあります。で、その、
その単発のイベントでそれで終わらせるんではなくて、ぜひこうやってあの皆さんに花と緑の街横浜っていうのを継続してほしいっていう声もありまして、続けているのがこのガーデンネックレス横浜っていう取り組みになります。歴史があったんですね。しかもそのどんどん規模が大きくなってる印象があります。ありがとうございます。本当にその通りなんです。最初の頃は本当にいろんな方に一緒にやっていきましょうっていうふうに声をかけてスタートしたんですけれども、今は本当に街の皆さんの方からガーデンネックレス一緒にやりたいっていうような声が私たちの方に届いているぐらいですので、本当に規模は大きくなっているなというふうに思います。例えばですけど、前までは山下公園だけとか横浜公園だけっていう印象があったんですけど、例えばその山手のエリアだったり、はい、なんか本当にあれここもガーデンネックレス、あガーデンベアいたみたいな多いじゃないですか。 ありがとうございます。そのコメント本当に嬉しいです、はい、本当に私たちも紹介するときに山下公園が見どころだよとか横浜公園が見どころだよっていう紹介をこれまではしてきたんですけれども、今は本当に街中至るところで本当にお花飾っていただいて、街全体がガーデンネックレスですっていうふうに言うようになってきたなっていうふうに感じてます。確かに。コウキさんいかがですか、この自分の街が緑とかお花で彩られていく感じ。いやもう本当に素敵な取り組みだなと思っていて、やっぱり横浜でなんかどちらかというとその都会田舎で言うなら誰しもが都会だと思ってくださると思うんですけども、そういう街にしっかり緑があふれる状況、環境を配慮しているんですよっていうのがアピールできるっていうのは、外の他の市区町村にお住まいの皆さんにとっても印象が上がるきっかけになるかなと思うので、非常にこういった取り組みってなんか伊豆市民としてありがたいなっていう気持ちでいっぱいです、はい、ありがとうございます。すごい嬉しいコメントありがとうございます。評論家のようなしっかりとされたコメントいただきました。今日が初 MC の方でございます。緊張してるね。全然緊張してます。いやいやいや、今日ね楽しくお話ししていきたいんですけれども、そのガーデンネックレスの、まあ、魅力は、お花が、まあ、綺麗だよっていうところもあるんですけれども、はい、その各スポット本当にたくさん開催されてるじゃないですか、はい、で一冊にパンフレットもまとまるくらい関わってる方々が多いですよね。はい、本当にその通りなんです。今日もこのハンマーヘッド入ってくるときに入り口のところに置いていただいてますけれども、こういったが、はい、ガイドブックに、今仕立てるぐらいにいろんな方本当に関わっていただいてまして、本当にこの公園だよとかじゃなくて街全体を回遊しながら、そしてお花を見るだけじゃなくてこの期間だけのスイーツだったりドリンクだったり飲食の特別メニューを用意していただいているようなお店もありますので、確かに、はい、花を見てぜひ、食べて歩いて散歩していただきたいなというふうに思ってます。これからそのバラの季節も始まりますし、横浜市のお花はバラですから、バラメニューカクテルとかも結構ね、店舗さんやられますよね。はい、はい、その通りなんです。私も飲んだことないのあるんですけども、はい、もう回りきれないんです本当にたくさんあって、はい、はい、じゃあ何店舗あるかっていうのももう数えきれないぐらいあるってことですか。はい、そうなんです。恥ずかしながらすみません、パッと数字が出なくて本当に数えきれないぐらいいろんなところでご提供いただいてますので本当に嬉しい限りです。すごい、はい、そうなんですね、はい、しかもゴールデンウィークにはさらに特別感のあるイベントも開催されると噂に聞いたんですけれども。はい、ありがとうございます。嬉しくありがとうございます。ぜひご紹介お願いします。はい、ですね、横浜フラワー&ガーデンフェスティバル2024っていうイベントを今年初めて、ここ横浜で開催します。で、日本最大級の園芸イベントって歌っているんですけれども、日にちは、ゴールデンウィークの5月3日から6日までの4日間で、場所はパシヒコ横浜の展示ホール AB 1万平米の広いスペースを使います。1万平米、どれぐらいのサイズ感、サッカー場1面ぐらいですかね。はい、すごいですね。のスペースで日本最大級の園芸ショー、園芸イベントっていうのを開催いたします。はい、この園芸ショーとかイベントっていうのにあんまり馴染みがなくて、ガーデンネックレス的なことなのか、それとも他にもいろんなコンテンツってあるんですか。はい、もちろん園芸ですのでガーデンネックレス的なことがメインなんですけども、例えばで言いますと人気のフラワーデザイナーの方々がデザインしたようなショーガーデン、お庭ですね、綺麗なお花のお庭なんかもの展示だったりですとか、あと、最新の、ここでしか見られないようなバラの新品種、新品種、はい、紹介ですとかっていうことももちろんやっております。その他にも
園芸にこれまであまり馴染みのなかった人たちにもぜひ園芸に触れていただきたいなということもありますので、子どもたち向けの木のおもちゃで遊べるようなスペースですとか、もちろんショッピング、関連するいろんなグッズ買えるようなショッピングなんかも楽しめるイベントになっております。ありますね、これは。ぜひ来てください。そのショッピングはお花が買えるんですか？苗が買えるみたいな。お花も買えますし、先ほど紹介いただきましたガーデンベアのグッズなんかも買えますので、はい、ぜひこちら来ていただきたいなと思います。はい、私それこそ吉井さんもそうでしたけど、はい、山下公園で撮影をさせていただいたときにガーデンベアのなんか年齢について書かれていて、ありましたね。はい、あれなんか 100年以上生きてるんでしたっけ。200歳なんです。200歳、はい、なんで200歳こんな可愛いこう、ね、お花で作られたアフロのこう、うん、ベアか、はい、緑のクマちゃんなんですけれども、うん、200歳って何ですか。はい、クマに見えますけれども、実は花と緑の妖精なんです。はい、ガーデンベアなのに。はい、はい、そうなんです、実は。失礼いたしました。すみません。あ、妖精さんなんですね。なんで200なんですか。なんでですかね。そこはもう作者の知るですね。そういうことですね、はい、ストーリーがあるんですね、はい、きっとね。そうなんだ。なんかその横浜のその園芸の歴史が200年くらいあるのかなとか、はい、ちょっと気になってたんですけど。はい、もうそこは本当に作者の、はい、はい、承知いたしました。はい、いつかちょっとインタビューしたいなと思っております。はい、ありがとうございます。ではその、ね、ゴールデンウィークには、その園芸のイベントフラワー&ガーデンフェスティバル2024が開催されるということなんですけれども、なんといっても3年後に控えました、はい、大きなイベントも待ち受けてますもんね。はい、ありがとうございます。このフラワー&ガーデンフェスティバル、なぜ横浜でやるかといいますと、3年後にいよいよ近づいてまいりました、はい、国際園芸博覧会、こちら横浜で開催されるんですけれども、ぜひそちらに皆さんで盛り上がりをつないでいきたいなっていう思いがあって、開催しますので、ぜひこちらも、楽しみにしていきたいなと思います。つないでいきたいという言葉にすごくビビッときてしまいました。ネックレスですもんね。はい、いろいろ呪術つなぎというか、はい、つなげていきたいですよね。ありがとうございます。確かに、いやそんなまだまだお伺いしたいことは山ほどあるんですけれども、はい、ちなみに言うと、ちょっと私がしゃしゃらせていただくと、横浜、はい、この中心部だけではなく、旭区であったりとか、里山ガーデンありますよね。はい、ありがとうございます。はい、こちらもね、はい、ぜひ皆さんに行っていただきたいですよね。はい、その通りです。ありがとうございます。すいません、言いそびれたこと先に言っていただいてありがとうございます。私が郊外出身のものでして、ちょっと横浜郊外推しで行きたいなと思っております。はい、アット横浜ハマリポ放送部。さあ、今日から始まりますこのコーナーです。横浜人なら誰でも納得、横浜あるある。イエーイ。横浜好きの方なら思わずキュッとしちゃうコーナーです。今日は崎陽軒のシウマイ弁当、何から食べるということで、先ほどガーデンネックレスについてご案内いただきました横浜市の小野沢さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。引き続きお願いします。よろしくお願いします。いや、もちろん召し上がったことはありますよね。もちろんです。はい、そのクッション私も持ってます。そうなんです。スタジオにですね、ナオディが持ってきてくれたのが、この崎陽軒のシウマイ弁当を模したクッション、はい、これなんと表は崎陽軒の黄色のね包装紙ですけれども、はい、裏がちゃんとシウマイ弁当の具材が写真が印刷されていまして、はい、これを見ながらどれがいいあれがいいっていう話をしていきたいなと思っています。はい、もうね、たくさんコメントもいただいておりまして、私ヤマピーさん、もちろんシウマイと見せかけてご飯です。ご飯からそうです。まずご飯を一俵にちゃんと割り箸で切り分けて食べ、シウマイをパクッとします。もちろんシウマイが美味しいのは当然ですが、冷めてこそもちもちのご飯は一番に食べたい。ちなみに必ず最後に食べるのはあんずですといただきました。そうきましたか。そうきましたか。あ、確かにね、意外にその崎陽軒さんの一番のまあなんていうか星スターはご飯って言われてますよね。ああ、確かにそうですよね。ご飯も美味しいですよね。そうもちもちで、先ほどマーリン FM の社長が言ってたのは、はい、
蒸してるそうですご飯。あ、そうなんですか。そうなんですか。だから硬くならないで、もちもちで食べれるんですって。みんな物知りですよね。ちなみに小野沢様どれからいきますか。私はですね、マグロの照り焼きからいきます。あ、そうきたか。そこからなんですね。そっちか。これはもう直にそれだけ食べますか。それを一口食べた後ご飯を食べて次にタケノコに行きます。あ、そういうことか。なるほど。ちょっと粋ですね。うん、大人な食べ方。そうです、おしゃれですね。なんか食べ方が。こうきさんはいかがですか。僕は、まあ、一旦シュウマイから食べます。あ、そうですか。やっぱそうですね。なんかメインっていうのもそうなんですけど、うん、たくさん入ってるじゃないですか。うんうん、なので、まあ、一旦シュウマイを食べて、まあ、他のところもちょっとずつ食べながらみたいな感じでちょいちょい進めていきます。はあ、シュウマイを中心に進めていくんですね。はい、そんな感じですね。ちなみにシュウマイの食べ方も結構議論されるポイントで、お醤油を上からこう垂らすか、はい、まあ、からしのみをいくか、うんうん、それともこう一回かじってお醤油をつけるかとか。ああ、いろいろありますよね。どうやって召し上がりますか。僕はあのそのシュウマイにちょっとずつお醤油を垂らして食べるタイプです。はい、小野沢さんは。私は最初にシュウマイに醤油かけちゃいます。あ、はい、全部、はい、で食べると横にからしを出しておいて、食べるときにからしちょんちょんってつけて食べます。あ、はい、あ、そうですね。ありますね。私ちなみにお醤油使わないですから。え、使わないんですか。からしオンリーです。おしゃれな食べ方。おしゃれですか。いやそうか。え、じゃあ、あ、なんかツイッターも結構、はい、コメントいただいてますよね。いろいろコメントいただいてますね。YMNO23 っていう方からコメントいただいてます。はい、多数派かと思いますが、二浦のご飯粒からいただきます。え、多数派？多数派なのかな、どうなのかな。いや、でもこのコメント読むまで僕気づかなかったんですけど、このコメントを読んで、あの、そういえば僕も二浦のご飯から食べるなって思いました。私もそういえばですね。確かに食べます。はい、それ、まず、あ、そうなんですか。そっか、じゃあ結構ね、皆さん二浦ご飯二浦からってことなんですね。実は多数派かもしれないですね。確かに。そうか。いや、そのまたそのお弁当箱の木の感じもいいですよね。はい、あと相模の石庵さん、シウマイ弁当はやっぱりシウマイからでしょうね。こうきさんと同じです。一緒ですね。やっぱメインですから、うん、そこから攻めたくなりますよね。いや、あの、ぜひ皆さん、あの、崎陽軒のホームページからシウマイ弁当診断ってやってみてください。あ、ご自身の特性にぴったりなお弁当箱作ってくれるんですよ。はい、そうなんですか。本当ですか。ぜひぜひ、ね。すみません、あの、お時間が来てしまいました。すみません。それでは、この後もですね、番組続きますが、ハッシュタグハマリポ放送部でコメントお寄せください。アット横浜ハマリポ放送部、それでは最後に横浜観光ならアット横浜からのお知らせです。横浜の街を花と緑で彩るフラワーリレーイベント、ガーデンネックレス横浜がいよいよ開幕。ガーデンネックレス横浜をお得に便利に巡ることができるセット券が4月1日より期間限定で発売されました。横浜観光1日乗車券、港ぶらりチケットに横浜マリンタワー展望フロアデイチケットがセットに、さらに近隣施設の割引クーポンも。山下山手をめぐる共通ベラリチケット発売開始です。横浜観光ならアット横浜からのお知らせでした。アット横浜ハマリポ放送部、今日も楽しくお届けしてまいりました。アット横浜ハマリポ放送部、ゲストの小野沢さんに残っていただきました。ありがとうございます。マグロから行く小野沢さん、はい、味の濃いものに行きたくなっちゃうんです。最初にキュッと締めるというか、ね、はいはい、
いやぜひ皆さんマグロからも行っていただきたいなと思いますけれども、まあ、なんといってもガーデンネックレス、はい、今もう大変盛り上がっております。はい、ありがとうございます。今一度こう一言 PR コメントお願いします。はい、桜チューリップときまして、そろそろチューリップ終わりになるかと思います。次は本当にバラの季節になりますので、ぜひこの横浜の街楽しんでいただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。あのチケットもね、あのマイルートから出ていますから、ぜひ皆様ご利用ください。はい、ということで今日は横浜市緑環境局戦略企画課の小野沢さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは名残惜しいんですけれども、お時間が近づいてまいりました。次回の放送は4月27日土曜日の5時半からの放送です。場所はここ同じ横浜ハンマーヘッドスタジオで公開生放送です。私とコウキさんが MC として盛り上げさせていただきます。はい、ハマリポ放送部部員の皆さんとは X を通じて盛り上げていきますので、ぜひ横浜ハンマーヘッドスタジオに遊びに来てください。はい、いかがですか、あの初めての MC は。いやー緊張したんですけど、本当にあっという間でしたね。すごく本当ですか、はい、なんか楽しい時間を過ごさせていただきました。引き続きよろしくお願いします。はい、今後ともよろしくお願いします。来週にはその吉海さんと私の出演している動画が、はい、アット横浜の YouTube で公開されます。はい、山下公園山手をめぐるチケットでいろいろ楽しんでる様子お届けします。はい、ガーデンネックレスも映っております。はい、ぜひ皆様ご覧ください。はい、ということで、エンディングですね。はい、この時間のお相手は部長のみーちゃんこと川内瑞希とこうきこと新入部員の吉海こうきでした。4月27日次回もマリン FM 横浜ハンマーヘッドスタジオでお会いしましょう。それでは小野沢さんも掛け声ご参加お願いします。はい、じゃあいきますね。この後も横浜の夜をお楽しみください。せーの、いってらっしゃい。